にちは、インターンに参加している田辺です。今回でダカーポについての記事は終了になります。さて、それぞれのナンバリングを説明してしまったので、もしかしたらダカーポの魅力は終わりなんじゃないかと思っている方がいるかもしれません。しかし、ダカーポの魅力はシナリオだけではございません。ダカーポの魅力の一つとして挙げられるのが曲の良さです。それは初代ダカーポのオープニング主題歌から始まり、最新作のダカーポ4のエンディング主題歌、さらにテレビアニメダカーポのオープニングテーマからダカーポ3の複数あるエンディングテーマまで、すべてが素晴らしい曲たちになっています。ここまで楽曲のある、シリーズが、まとまったゲームはなかなか見ることはないでしょう。しかも曲数はシリーズ単独でライブイベントができるほどになっています。それも3時間のライブで全ての楽曲を披露することができないほどの数であります。このシリーズのライブは過去に2回開かれており、1回目のダカーポスーパーライブは2015年6月に開催され、2回目の、開催に際してクラウドファンディングを行った結果、3000万円を数時間で回収し、最終的には5000万円以上の資金が集められました。そして2020年2月にダカーポスーパーライブ2が開催されました。ここで私がおすすめできる曲を5つほど紹介していきたいと思います。しかし先に注意し、させていただくと、ダカーポシリーズの曲はどれも素晴らしいものであり、中でも私好みのものを紹介する、というだけで、他にもいろんな曲があるため、興味を持っていただけたらぜひいろんな曲を聴いてもらいたいと思います。さて、まず1曲目ですが、恋のロイヤルストレートフラッシュ。収録されている作品はダカーポーカーというダカーポとダカーポ2の登場キャラクターが存在する作品になります。サイリウムレボリューションが歌うこの曲はアップテンポな曲調が私のお気に入りの理由になります。次に、2曲目。タイムカプセルという曲になります。収録されている作品はダカーポ3プラチナパートナーというダカーポ3の現在パートを深く描いた作品になります。新田恵美が歌うこの曲もアップテンポでイントロから曲にのめり込むこと間違いなし。力強い歌声とマッチしていて聴いていて楽しいのがお気に入りの理由です。次に3曲目。ダカーポ2朝き夢見し君と、収録されているのはダカーポ2、2本目の動画の内容の作品になります。夜塚が歌うこの曲は前2曲と違い少しおとなしめの曲、しかし歌の力強さと曲全体にある、綺麗さが際立っているように感じるのが私のお気に入りの理由です。続いてはダカーポ3君に捧げる愛の魔法。収録されている作品はダカーポ3、こちらも3本目の動画の、作品になります。3曲目と同じく夜塚が歌うこの曲はまず歌詞にダカーポという言葉が入った少し珍しい曲、曲調は静かな、ことでさらに歌の良さが引き立っていることが私のお気に入りです。最後に紹介するのはダカーポ第2ボタンの誓い。収録されているのはダカーポ最初に紹介 した動画にある作品になります。これも同じく夜塚が歌う曲で、原点にして頂点のこの曲はリズミカルな演奏と歌で強弱がはっきりしているからこそ聴いていて飽きない、聴いていて楽しいのがお気に入りの理由です。
Thank you.